自閉の動画解放軍。今日はちょっとした楽になるテクニックですね。自閉の動画解放軍。皆さん、いろいろなこと覚えるの、得意ですか苦手ですか得意でも苦手でも、これ覚えておくことというのは、ちょっとは負担になってるはずですね。それは仕事が増えるわけですから。それ人って、タイマーを仕掛けておくことが苦手なんですよね。頭の中にタイマーを仕掛ける。5時にこれやれ。だからどうしてるのか。常に予定の入っていることを頭の中に常に思い出してるんですよね。 今はまだ朝。でも夕方5時に何か約束がある。その場合、もう昼間から思い出すたびに、あ、5時からあれがある。頭の中に回ってるんですよ。これ、賢く自分宛てのメモを使えば解決できますね。楽になります。え、メモと言ったら人に渡すものだろう。実は自分の未来にメモを送る。すごくいいことですね。例えば帰り道に何か買ってくる。それを朝から仕事の時に覚えとく。単になりますよ。仕事だって大変なのに、 未来の用事を覚えとかないといけない。ほとんどの場合、あ、朝覚えてたのに忘れてしまった。家に帰った時の玄関で気がつく。だからこの時にやること。車通勤、車通学の一人でしたら、買い物リストを書いて、車のハンドルにはといてください。そしてすべて買い物のことを忘れてしまいます。これでいいんですよ。車に戻れば、あ、あそこ行こうみたいな。そうなるんですよ。完全に忘れられますね。やるべきことリスト。 手帳に書いてそれで守れる人でしたらいいです。でも普段から手帳を持たない。全部頭の記憶でやってる。そして忘れること多い。だったら必ず通るところに未来の自分へのメモを貼っておいて、そして忘れる。いいことですね。最後に帰る人は事務所の電源を落とす。サーバーの電源を落とす。その場合は帰り道に帰っておけばいいんですよね。最後に帰る人は電源を落とすこと。これでメモが減りますね。何か自分の未来へのメモというと、 SFA かとか思い出しますけど、そういうことじゃなくて、今の生活テクニックとして十分使えるんですよね。思いついたらメモを書いて、そして未来の自分が必ず通るところに貼っとく。これで忘れることないですね。家について、あ、これ買ってくるの忘れたよ。ないです。ぜひやってみてください。自衛の動画解放軍、ちょっとしたテクニックでした。自閉の動画解放軍、動画で解放とか、めっちゃええやん。